台湾プロ野球で活躍する日本人投手登場。年々レベルが上がっている台湾プロ野球、そこに挑戦する一人のピッチャーに密着しました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。台湾プロ野球トンイライオンズ知念光也投手。知念さん、はい、はじめまして。徳田と申します。知念と申します。よろしくお願いします。もう間もなくなんですよね。明日ですね。そうですよね。もう配信されてる時にはもしかしたら飛行機の中、もしかして台湾にはついてるかもしれない。そっか、はい、すごいタイミングで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。29歳沖縄県出身の知念投手、強豪社会人チームから BC リーグを経て NPB 入りを目指すもドラフト指名ならず、そして一度は引退を決意。しかしプロへの夢を諦めきれず、昨年実費でトンイセブンイレブンライオンズの入団テストを受け見事合格。昨年1年間戦い抜き、今シーズンも台湾唯一の日本人投手として勝負していきます。まあ、我々去年実はラミゴモンキーズ主催、あ、ご存知ですか？見てます。え、あ、もう全部全部見てる。全部ありがとう。勉強させていただきます。とんでもないです。恐縮です。台湾に向かう前の最後の、まあ、調整というところで我々密着させていただこうと思っております。すいません、実はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。というわけで自主トレに密着、アップの間にもいろいろお話聞いてみました。決まったメニューみたいなのがあるんですか？ほとんどワンウィークに行って大半の時間を過ごして、はい、グラウンドではあとは確認で、はい、ワンウィーク行けばもう仕上がるんですね。じゃあほぼでも本当意気込みがやっぱ違いますね。あ、それは本当に思います。台湾とかでアップとかってもきちんとやるんですか？向こう、ないないんですか？最初サッカーボール持ってきて、はい、あ、多分ラミゴと一緒です。リフティングして、あ、やってた。で、アップ10分ちょろっとやって、はい、無事やり。台湾では練習も常にベストコンディションで挑むべきだとの考えから、2時間くらいで切り上げ、常にフレッシュな状態で練習や試合を行うらしい。疲れて体が辛い状態での練習などは考えられないらしいです。続いてキャッチボール。え、おお、何ですか？めっちゃ天井投げてる。天井ってか後ろだ。後ろはい、ここを、立てたまま、今は後ろに投げてるんですけど、はい、ここをキャッチャー投げるときはこのまま。ああ、あれ、こうじゃなくて、あ、はい、これがこういう感じです。こう出てくるのをこのシーズンにしたかったんで。兄貴も、兄貴が言ってたんですよ。なんか兄貴もなんかこう日本式の、ね、絶対壊れるから、こっから絶対前に出たらあかんって、このままこうやとか言って。もうその通り。あ、そうなんですね。けどアプローチの仕方は人それぞれで。なるほど。こういう感じです。へえ。いいですか、僕。大丈夫か。合ってますか。弱い。誰もこれめっちゃむずいよ。反応しづらいですね。肘曲がっちゃってますけど、いいのか。イメージがあんな感じで、え、これ超むずい。真後ろスピン。ちょフォロースルーいらないから、お前その入ってます。あら、アウト。投げるときはもう本当指先だけですか？肩甲骨だけって感じ。肩甲、ぶら下がりあるじゃないですか、はい、あの体勢で。へぇ、肩甲骨から腕振ってくるような感じですかね。そうです。僕もこれつい3ヶ月前に、いやいや、1軍で投げたときに、はい、変化球に課題があって、はい、あと体力、はい、体のうまい使い方を習いたくて、はい、この3ヶ月
取り組んで、はい、その中での一つです。自分の力を有効活用。そうなんか山本昌さんみたいな。あ、そう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 、雰囲気を持ってらっしゃいますね。そうですね、そうですね、まさに。あ、そういう意図があってあの方はそうキャッチボールしたんですかね。いや、あの方もあの方もワールドウィング行かれてましたもんね。発見だ。確かに肘抜きもせず肘から出していくといった腕の感じはないです。どうしよう、遠い、めっちゃいい球。体全体で行く感じですね。なんか振った後にボールが出てくる、はい、あるんですか。去年二軍戦なんですけど、はい、52出たんですけど、50マックス52やば。その時は腕だけで投げてたんで、はい、それをさらに目標をそれで、はい、おお。まっすぐ、はい、スルとカーブ、はい、まっすぐ、よいしょ、カットいく、カット。おお、おお、すごい。ラストまっすぐいきます。はい、ちょっとね、いい音鳴らしたかった、はい、久々のブルペンでさらにギアを上げる知念投手。世界で戦う投手の号泣、実際に受けたらどうなるのか、どこまですごいのか、少し気になってしまいました、はい、おお。めっちゃ痛いですよ。めっちゃ痛いです。ちょっと、ちねさん、僕受けてみていいですか。お願いします。いいですか。準備か。わかりました。独特な球の軌道の知念投手のボール、果たしてどうなるのか。ガチピッチングです。気合を入れてキャッチャーライパチいきます。世界の本物の球っていうのはちょっとね、ワイパチを代表してちょっと打ってくる。草野球を代表して。カルビいきます。ありがとうございます。しょ、しょ、早くも。大丈夫ですか。どうしました。来た、うん、でもどうですか。どう、体感してる、体感してる、あの、ね、台湾やばいっす。はい、もう来てる。重さがえぐい。いきます。はい、知念投手のボール、非常に重さがありました。ミットが持ってかれます。グローブがこっちまで行きそうだよ、お前。球重いっすね。あ、そうなの、そうなの。球重いよ。体全体でその来てる、フォームがもう来てる。あ、やっぱり魂で喋り出してる。見てるだろ。なんて？見てる。見てる。魂でください。はい。取ってるが、あー、なるほど。
なるほど。はあ。あ、ナイスボール。あ、ナイスボール。回転いい方向だ。だからか、だから伸びて。ああ、いい。あれはもうあと練習でいい感じで。はい。あ、今なんて。先生よければもうライパチが打ちます。ということで、はい、師匠、今知念さんから打ちますかっていうことで、結構打ちますか、打てない。いいんすか、逆に行きますか、世界レベル体感してるの。いいと思いますよ。というわけでお言葉に甘えて、私ライパチ打席立たせてもらいました。この結果は後日お届けします。最後に知念投手の変化球の握り教えてもらいました。ストレートも普通上のフォーシームですか。結構近いですね。そうですね、近めだね。こんな感じで、親指の縫い目にとかではなく、はい、多分他の人多分もうちょっとこっちに持ってくると思うんですよ。はい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 、僕はここら辺で4本でこう掴むような。あ、そうですね。へー。ちなみにカットボールは、カットボールはこれをひっくり返して、おおおおおお、なるほど、くる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 っと深めに握りますね。そうですね、これぐらい。もうまっすぐ。へー。カーブはこうですね。あ、中指をかけるんですね。あ、中指かける感覚、はい、とこっちもかかってるんで、はい、あ、本当だ本当だ、両方かかってる。こう、その辺で、その辺でこうですね、コースとかです。実際はなるほどなるほど、まっすぐもこう切ってこう。肩甲骨の方がこういうやつで面白い。今までは、はい、こう、あー、はい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 、癖が極端すぎたんで、はい、直すにも極端にしないといけないんで、はい、くらいが、あ、ちょうど面白い、兄貴さん、はいはい、このラインが、はあ、はい、もろ。ツーシームが僕は、はい、これだと投げにくいんで、はい、こうすると何か知らないですけど投げれて、へえ、このラインよりちょっと反らすみたいな、はい、これだとなんか気持ち悪いんですよ、はいはいはい、でこう、あ、なるほど、ちょっと出すみたいな、うん、へもしかしたらこれだとワンシームっていうのになってるのかなと思います。ルイム的には、はあ、知念投手の投球技術、さらには台湾野球界の現実など、まだまだお話聞きました。後日それはお届けします。2019年一発目の新アイテムはこれ、生かした野球人におすすめのパーカー祭り、プルジップとプローバー2種類をご用意。この冬のおしゃれインナーとしてエチオシ、アウターを脱いだ瞬間あなたの野球愛が溢れまくる。動画概要欄の URL からどうぞ。